ティってジャンゴ取ってないですよね。決勝はあるけどね。シブが取った時か。うん。いや。いたね。あれ？違う。いたいたいた。最後競ってたね。シブが取った時は。堀さんいたでしょ。ヤジいたでしょ。うん。最後シブ上がってたよ。分かった違う。浅井孝樹さんが取った時だ。あ、その時松井さんね。その時が堀さん、渋川さん、浅井さん、松だった気がする。ない。え？それはない。え？なんで？だからなんか M リーガー3人 VS M リーガーじゃない人だった気がする。それ浅井くんと俺以外の3人。俺じゃいない。俺いない。で浅井くんが勝った。ああ、うん。じゃあその時だ松井だ。うん。うん。うん、もう一回ぐらいいた気がするけどな。気のせいか。わかんない。じゃあ初期ジャン王は誰ですか。初期。初代。初代。うん。デレン。あ、問題？デレン。そうだ。いやいやいや。教会クイズ。教会員だよ。初代ジャン王は誰ですか。教会員ならわかるよね。初代は。当たり前じゃんそんなの。はい。誰ですか。あのね、うん、あれ土井さん。おお、正解はい、はい、やるね。さすがじゃない、教科人だから。じゃあ当たり前でしょ。その次は、その次、うん、第2期多分だけどね、梶田さん。違う。梶田さん撮ってる。梶田さん撮ってる。違う。うん。梶田さんは第4期ですね。あ、初期から分かった。うん。達也さん。正解。はい。そっか、達也さん。これが、うん、教会員の力よ。いや、力。達也さんと太郎さんの時代があったんだよね。うん、そうですよね。そんな時代もあったね。達也さん何してるんですか。じゃあそこの方が。じゃあ達也さんと太郎さんは6期から13期まで独占してたんですか。一人だけ間に入ってる人いるんですけど、第6期が達也さん、8期達也さん、10期達也さんで、9期11、12、13が太郎さんなんですけど、7期だけ別の人なんですけど。分かった、これ分かる。誰ですか。これ分かる。いや俺も分かる。どうぞ。おお、すごいじゃん。分かってんね。当たり前じゃん。教会のこと。まだ俺入ってないけど、入ってないけど、あのいつも月刊プロマージャン読んでたから。なんすかそれ。読んでた。なんすかそれ。月刊プロマージャンっていうのがあったのよ。なんすかそれ。懐かしい。月刊プロマージャンっていうのね、なんか月刊のマージャンプロの、うん、その競技マージャンだったりの成績とかが全部載る雑誌が。楽しい。っていうかそういうのあったの。それ今欲しい。それ楽しくないですか。そこでオカルトバスターズっていう、ああれね、太郎、村上、郷さん、うん、の3人でなんか結成されてたわけで、どうしようもない、その何にも分かってない写真だけを見た。麻雀には流れなんてねえみたいな。もう流れしかないですからね。流れしかないじゃあ太郎さんと達也さんの時代に終わりを告げた人は誰ですか。太郎じゃん。そんないや違う、そういうこと。違う、そういうことじゃない。終わりを告げた人でしょ。キムさん。いや、直接的に、違う、直接的に終わりを告げた人はいるかもしれないけど、まあ俺だよね。存在的には。いや違う違う違う、そういうことじゃない。違う。そっから太郎さんとか達也さんとか言われなくなったから。太郎さんの3連覇を止めた人は誰でしょうか。ジャン王になった人。それはわかる。え、わかります。内川さん、キムさんではないです。これ教会員じゃないときつい。さすがに内川さんじゃきついと思う。いや、でもヒントを与えたら多分すぐわかる。内川さん今 A1 にいます。で、まあちょっとでも引き出し私すぐ与えられますよ。
聞きます。その年に団体対抗戦がありましたね。その時のジャンゴです。団体対抗戦の時に戦っていたジャンゴじゃないですか。あれ今 A1 にいるんでしょ。今 A1 にいますっけ。いなくないですか。いや、いる。いや、違う人だと思う。え A1 にいたっけ。いなかったと思う、私。連覇を止めた人でしょ。はい、誰ですか、言ってみてください。角谷さん。ブーえ、え、ちょ、キムさんだと思ってない、もしかして。俺もキムさんだと思う。キムさんじゃないよ。え答え言おうか。木原さんです。ああ確かに確かにそんな時代あった。え、今 A リーグじゃないですよね。あ、なんか B ぐらいですよね。そうですよね。 B1 か分かんないで、うん、木原さんすいません。ちょっと何リーグか分かんない。確かに木原さんいたわ。うん、木原さん、あの、じゃ団体対抗戦の時にいたの、今日。あれ木原さん、木原さん A2 だ。 A2、 みんな怒、みんな怒ってるよ。いや、なんか A1 にはいなかったなと思って。協会の人多いんだね、ここコメント欄。すげえ A2 だよ、怒ってるよ。